塚本慎也監督、どうぞいらしてください。皆さん拍手でお迎えください。これスクリーンで今回こういう日本語字幕、聴覚障害者向けの日本語字幕付きの上映というのはスクリーンでは初めてですよね。最初ですね。全く最初です、今回ね、本当にプロフェッショナルな方たちに助けていただいて字幕をつけることをしたんですけれども、塚本監督ご本人にもかなり綿密にチェックをしていただきました。そのあたりからちょっとお話伺いたいと思いますけれども、いかがだったでしょうか。ちょうどノビをですね、自主配給してから新日本映画社という配給会社にお任せするときに、その配給会社さんは自主上映をに強い会社だったんですね。その自主上映する際にこの日本語字幕のこの必要性みたいなことをこう言われ始めていたので、いろいろなところでこういろんな人に見てもらうために、でその時に作ってみたいなと思い始めてたんですけど、なかなかちょっと折り合いが難しかったんですけど、実際にブルーレイとか DVD にする時にも僕そういう必要があるんじゃないかということで、ちょっと問い合わせもしたんですけど、議題として出してみたんですけど、ちょっと予算的な折り合いとかが効かなかったので、本当に今回はこういう話をフィルメックさんからいただいたときに、いや本当にありがたいと思って、それも前からそういうことを言われていましたので、そういうのないのかと、字幕ついてのないんですかってよく言われてたんで、非常にありがたい企画と思って、ぜひにということで今回になりました。ね、私たちとしても監督にね、ご快諾いただいてこの企画を進められて本当にありがたいと思っております。このノビというのは皆様ご存知の通り、2年前に、ベネチアでね上映して、東京フィルメックスでジャパンプレミアを上映させていただいて、で去年の夏に、日本で公開された形になりますね。去年の話になる。そうです、去年です。だからちょうどね、でその間に本当に地方のいろんな都市でも上映なさってらっしゃると思うし、もちろん国際映画祭もベネチアをはじめもう何十か所と本当に大好評だった作品なんですけれども、今回ノビを初めてご覧になった方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。はい、2回目以上の方も何人かはいらっしゃる。ありがとうございます、ね、なので、また皆様のご感想などもね伺いたいなと思いますけれども、地方本当に全世界いろんな映画祭でも上映され、これ海外で公開もされてます。公開はですねまだなかなかちょっと難しくてですね、ちょっと内容がこういう内容ですので、まだちょっとどんどん売れてるという感じじゃないんですね。でも映画祭は映画祭はもうかなりの箇所ですよね。何箇所といっているんですけどね、はい、で僕自身も何箇所か行かせてもらって、その反応を見てですね、みんなドーッと落ち込むというのを目の当たりにしてですね来ているんですね。地方も国内でも100カ所じゃはいかないけど、もうそれに近いぐらいじゃないですか。最終的には今の時点ではそのぐらいになってますね。そうですね。で僕自身も全部出すと70カ所ぐらいは今も行ってることになりますかね。ね、それぞれいろんな場所で上映して、いろんな方にもちろんジェネレーションのさまざまな方にいろんなリアクションがあったのではないかと思いますけれど、一等最初はですね、やっぱりどっと暗い気持ちになって、今日も多分暗い気持ちになったんじゃないかと思うんですけど、僕もその反応を見て、大丈夫かな、この暗さはどっから来る暗さなんだろう、面白くないっていう暗さだったらどうしようとか、いろいろ心配したんですけど、その後にいやちょっと映画見てやっぱり衝撃で絶句してしまうんだということで、感想に随分時間がかかって、後からやはりいろんな感想を聞くようになって、でやがてやっぱりその映画はその面白いっていう映画ではもちろんないんですけど、この衝撃っていうのは今の時代にとても必要な衝撃だということを理解していただいて、最初はノビに興味あった割と、ね、高年 の, 男性の方から、お子さん連れのお母さんとかですね、お子さんの未来を心配するのはお母さんですので、そういうお母さんとか若い人とか、だんだん年齢の幅が広がっていって、でいろんなやっぱり
文化人の方とかいろんな方が映画を見てこう発してくれましたね、この映画のこと。それでまたどんどんいろんな人が来るようになって、で皆さんやはりこう今の時代にとても不安に思っていらっしゃる方とかがこの映画を見て何か何かをこう掴みに来てくださったということだと思うんですけどね。ね、結構初めてご覧になった方がいらっしゃったので、ちょっと話を、まあ、そもそものところにね、そもそもまあこれなんで塚本さんは今これを作ろうと思って、まあ、ましてやもちろんご覧になった通り主演で演じてらっしゃるところ、そのあたりのところからお話しいただけますでしょうか。まあ、この「のび」という映画自体はもう何十年も前から作りたかったのですけども、まあ、何十年も前に作りたかったのはこの「のび」っていう原作があまりに素晴らしくて大岡昇平さんですが、その小説の世界に自分もなるべく近づきたいと思ったからなんですけど、近づいてその素晴らしさを体験したいということなんですけど、まあ、本当にそのフィリピンの美しい自然に兵隊さんに行く一人の田村一等兵を描いているわけですけど、その田村一等兵がこうヒロイズムとかそういう、こう悲劇の、こうヒーローのようなそういう描かれ方じゃなくて、本当に自分の等身大の人間の目線で描かれている小説だったので、自分が戦争を体験しているような気分になったので、とても恐ろしかったんですけど、で一方でそれを取り巻く自然は非常に綺麗なので、その対比みたいなものにこう心が動かされて、まあ、いつかこれを映画にしたいというふうに思っていたんですけど、ただ昔はその戦争にこう日本が近づいていく気配などはまるでなかったので、その映画は普遍的なこのテーマの映画として描きたかったんですけど、そしていつかいつかと言っているうちにどんどん時間が経って、で今ついに作ろうと思ったのは、まあ、お金が集まったわけじゃないんですけど、むしろお金全くなかったんですけど、日本という国が何かこう戦争の方に大きくこう舵を取り始めてる気がして、今作らないと作るチャンスがなくなってしまうし、作ってもあんまり見てもらえるような世の中でなくなったら大変ということで、今作ろうと無理やり作ったので、全くお金がなくて始めたので、まあ自分がこう出演しているというのも僕の他の自主映画では自分出るのはもう大好きなんですけど、この映画では本当に出るつもりではなかったんですけど、まあ、とにかく全くお金がないんで、最初は自分一人でフィリピンに行って自撮りで撮ろうと思ったような映画ですので、そこから少しずつ協力者が増えていって、なんとか形にして世の中に出すことができたという、そういう順序ですね。公開も去年 の戦後70年という、ね、時にどうしても公開をしたいというのはすごく強く言ってらっしゃいましたよね。そうですね、まあ、最初戦後 その70年っていうのはですね、強くちょっと意識してたわけじゃなかったんですけども、ただ終戦記念日には上映したいって昔から決めてたんですけど、ただその意識してなくても偶然のようで、偶然じゃなく70年になったのは、その戦争を体験してらっしゃった、実際に戦争に行かれた方がもう戦後70年になるとほとんどだいぶいらっしゃらなくなってしまったので、そうすると戦争のことを体の痛みとして知ってらっしゃる方がいなくなるにつれて、そういう痛みをこう忘れたかのように戦争に近づいていくっていうふうに思えたものですから、もう今の時期じゃなければ大変だと思って、それがまあ、ね、70っていうことが意味する大事な意味だったと思うんですけど、去年の70っていうのは本当に重要な70っていう70年だったと思います。ね、本当にこういう映画を、まあ、ご本人が主演で、まあ、自主で作られるっていうのは、撮影の時も本当に大変なことがたくさんあったのではないかと思いますけれども、一つだけ何か現場のエピソードなど教えていただけましたら。これはですね、もうほとんどエピソードだけでできているような映画なんですね。一つ挙げるのが非常に難しいんですけど、まあ、一つはですね、まあ、フィリピンに行くお金がないけど、これ昔から大自然と人間の対比を描きたかったので、日本でちょっと撮っちゃうっていうわけにはいきませんので、フィリピンに行くんですけど、フィリピンに行ったスタッフはさっき自撮りでやろうと思ったって言ったぐらいですけど、自撮りよりはちょっと増えたんですけど、合計たった4人でスチール写真撮るぐらいの規模で行って撮ったので、スタッフもキャストも全部もちろん自分たちがやるわけですけど、これが肉体的にですね非常に辛かっ
った。で、後で日本に帰って、それ以外のシーンを全部撮って、こう、継ぎ合わせて、あたかも全部がフィリピンになるように、見えるように、こう、編集したりとかですね。で、まあ、お金がないんで、そのボランティアで関わったスタッフは、もう本当涙ぐましい努力をするんですけど、今日見ていただいた、あの、ダンプカーじゃない、トラック、護送車、あれは、まあ、段ボールで、実はできているという、ね、みんなで段ボールを、そこのスーパーとかですね、行って、段ボール集めて作ったりとか、まあ、最初はこういう軍服とかでもみんな自分たちで作るんですけど、最後にはああいうダンプも自分たちでこう作るぐらい、本当に手作りの感じでやった感じですね。ダンボールで作られたって聞くともう一回見たいなって思いますよね。なんで、まあ、DVD もねもう出ていらっしゃるからね、まあ、また見て、でもどんな近くで見てもですね、分かんないですよ、ね、こうずっと近くでこうやって見に行くんですけど全然ダンボールに見えなくて、ちょっと裏にもあるとですね、表しか作ってないんで裏もダンボールだらけなんで、なんとか冷蔵庫とかですね、いろいろ書いてある。しかもあれフィリピンなんだけれども、全部フィリピンで撮られたわけではないんですよね。主にですから、もう本当にこの映画でいうと、僕が田村が映ってるシーンと自然を撮りに行ったん で、あとはフィリピンの方が映ってるところですね。うん、でもハワイとかなんか全然違う外国はなかったんでしたっけ？あれはね、もうとにかくお金ないくせに、やっぱり映画自体は本当に昔から考えた通りのものにしたかったんで、全部作り終わった、撮影した後にハワイで一番でかい自然を撮ったんですね。映画で言うと病院がバーンって爆発しちゃった後に広いところにこう田村が行く時のすごい広い風景とか、あとはフィリピンにないぐらいでっかいヤシの木の下をちっちゃい田村がちょこちょこちょこって歩いてると、白い鳥がバーンって飛ぶところとか、ああいう自然の中でもさらにでかいところをカウアイ島っていうところで撮りに行ったのを最後こう加えたりとかですね、それなりに贅沢にですね。ね、いや本当にゴージャスな、すごいいや豊かな映画だし、いろんな、いやもう想像力もねもちろんかきたてられるけど、臨場感たるやね、皆さんも今こうずしーっと響いてらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、何かご質問伺ってみましょうか。ご質問がある方いらっしゃいますか？字幕はですね、もう本当に喋ってるまんま、そのまんまです、言葉は。だから何かもう分かりやすい言葉に置き換えたりとか、違う文章に変えたりしてないで、全くこの映画で喋ってるまんま正確に訳してるという、そういう感じですので、もう俳優さんが喋ってるそのまんまでございます。あれどの辺をどうしようっていうのは確かにこう一瞬こううーんって考える時あったのね、どこまでどう表したら。で僕が最終的に今回はもうそのプロの字幕の方がやってらっしゃるのをもう基本にやってるので、僕の方からあえてっていうのはないんですけど、でもそうだなと解釈してまたそうしようと僕も思ったのは、絵で見て明らかに分かる、それ草をかき分けてる音に関してはもう一切入れなくて、でも映像に映ってないのにこうはっきりした音が実は鳴っている音とか、あとは例えば僕がちょっとこだわったのは、この田村がこうすごいこう戦場にこう行くときに暗い草むらの中をこうやって行くシーンがあるんですけど、
あの時にあの周囲でカランコロンカランカランって田村一人しか映ってないんですけど、周囲にカランコロンコロンってこう兵隊さんのこうあのお弁当箱みたいなのが擦れる音がするんですけど、これはちょっと大事だったので、あのそれをつけてもらったんです。ただそれはカランコロンって音が入ってるって言っても何のことかわからないんで、周囲でその大勢 の, あの兵士たちの移動する音っていうのがこうあの音書きとしてつけてもらったと、そういうこうポイントとなるとはつけてもらったんですね。それでそのやっぱり字の入る出るとこと、あ、見えるとこと引っ込むタイミングも非常に大事で、それはでもかなりあの緻密にいい具合にあの興味がこう乗るような場所にうまくつけていただきます。じゃあ成功ですねこれありがとうございました。あのつけていただいた方ですね、本当にありがとうございました。本当にやっぱりすごい映画 で今若い人たちとかに本当にこの映画見てほしいって思いました。ちょっとあのフィリピンから戻ったあの兵士の方とかを、の体験とかを取材したりしているんですね、ずっと。そしてあのやはりその中でこうルソンの山中をあの飢餓でさまよった方とかで、あのやっぱり人肉も食べられた方とかにもお会いしています。そしてだけどその方たちもほぼ亡くなられてしまっているんですけれども、あのやはり本当にあのそういった方々の体験も聞きつつ、そしてまたその方たちが書いたものとかも読みつつ、しかし映像でなければこの衝撃はわからないっていうところがあり、これが戦争なんだっていうところが本当になんか怖いなっていう、あの手が飛び散ったり脳症が飛び散ったり、なんかそういったところがね、あまりにあのリアルなんだけれど同時にすごく芸術的でもあり、音と映像と含めてなんか声が出なくなるような衝撃でした。ありがとうございます。あれ、その、 あのいろんな体験の方に聞かれてるっていうのは お仕事で聞かれてるんですか、それともどういう、あの、はい、あの実はフィリピンの、ですね、あの慰安婦にされたおばあちゃんたちの支援をずっとしてきました。90年代ぐらいからフィリピンだけが一番多いんですけど、その他のアジアの、国々の被害者の方たちのを日本に呼んで、で、あの大学なんかでお話聞いてもらったり市民集会とかをずっとやってきたんですけれども、もうほとんどどんどん皆さん亡くなってしまう中で、やはりあの日本 の戦争に行ったあの兵隊さんたちもものすごく心に傷を負っているというところを、あの、まあ、ビデオで撮って市民活動なんですけれども、あの両方の国で見てもらってるってことをやっていて、そしてあのその中でその、たまたまルソン島の山中で、あのやはり、ですね、あのすごい砲撃とかあるんですけれども、そこで、ですね、もうあのここからは自活せよと言われて、あのお米を本当に2升ぐらい渡されて、もう自分で生きていけって放り出される方なんですけれども、いろんな方のがあの体験とか本を書かれていて、もうフィリピンは本当に全土ですごいことになっていたんですけれども、そういう中であの一番私がこう深く胸に残っているのはそのルソン島山中で、あの先ほど あの田村一等兵みたいにさまよった方なんですね。で最終的にその方は日本には戻ってらしたんですけれども、あの本当にあのその方から聞いた時の話よりもやはり映像を見ていて、ああこんな風にしてさまよっていらしたんだなっていうところがものすごくあのリアルに伝わって、なんかもうちょっと恐ろしくて、お米2升でよく生き残れましたもんね、そのさまよい方。田村もそういうふうにさまよいました。結局、はい、最後はもうあの
みんな戦争も終わったのもわからない、あのもう実、ですね、本当にもう死のうと思っていて、それが8月の18日か19日ぐらいがたまたまそのお兄さんの命日だから、お兄さんも戦死してるんですけれども、でそこであのもう自殺、本当に死のうと思っていたら、あの米軍のチラシが降ってきて、それであのまあ何ですかね、米軍にあの残り屋になるわけなんですけど、その間やはりあの護送される時とか なんかもやっぱりあの、現地の人たちからそのパタリ死ねとか泥棒とか、こう石をみんな投げつけられたという経験をして、その方はやはり本当に自分たちはその実行犯であったというふうに、そういうふうに言ってる方は少ないんですけれども、あのたまたまあのその方の体験がやっぱり一番強烈だったので、うん、本当にあのこんなだったんだっていうふうに想像しても想像できない世界というのが、うん、これちょうどそういう体験した方に、はい、僕も のびの大岡翔平さんの小説だけでも十分に臨場感があったんですけど、はいはい、あのそのフィリピンの兵隊として行かれた方にあのインタビューだいぶさせていただいて、そのやっぱり臨場感を映画の中にあの入れさせてもらいました。ありがとうございます。あの映画は本当にもう戦争があって70年も経ってしまったので、伝えたいのはその戦争に行くと本当に体がボロボロになるという、それは10年前にインタビューした人から写真集を見せてもらって話聞いてもですね、あの戦場っていうのはなんかこう綺麗にあのすごい死ぬことが美学のようによくこう描く映画とかありますけど、そういうんじゃなくて本当に魂ボロボロ あのこういう形では死にたくないというような形で死ぬようなものなんで、やっぱりそういう痛さとか怖さみたいなものはちゃんとやらないといけないなというので、あの自分のノリではそういうことをやるようにしました。まさにだからそういうのはやっぱりもうあの今はあの見る必要があると思ってこういうふうにおっしゃっていただいたように作った感じで、ね、いやでもね、またあのもっといろんな方にね、ノビをねまた見ていただけるチャンスがね、あの広がったらいいなと思いますけれどもね、あの皆さん本当貴重なね、あの上映の機会にね、スクリーンでね、あのこうやってあの一緒に見れるチャンスっていうのは本当にあの本当に私たちあの上映できてよかったと思ってますし、こんなねあの小春日和のいいあのお天気の日にこうまた映画を見に来てくださる方がこれだけいらっしゃるというのも本当にありがたい、ね、あのことでございます。ちょっと監督からご本のことをちょっとご紹介いただきたいと思います。本は書けないですね。本は3個あってですね、あの映画の 黒い本は映画のパンフレットで僕の怪獣シアターが作っている、非常に僕がですね、本っていうものが大好きなので、こう頬ずりできるような本を作ったんですね。あ、すいませんね、これぜひ読んでいただいて、ね、これがパンフレットで、はい、あの頬ずりをですね、これ頬ずり写真がいっぱい入ってて、でこれがあのこの映画で説明が全然されてないのをですね、第二次世界大戦とは何だ、フィリピン戦争の戦争とは何だったってことが分かりやすく書いてある読み物で、脚本も書いてあったり、あの脚本も入ってたり、その脚本に注釈がついて、お芋も2種類あるとかですね、いろいろ細かく書いてあるんですね。あの素晴らしい方々の寄稿も入っている読み物でございます。で今のはあの映画がこの間公開された時にあの出た本なんですけど、これはつい最近出た本でですね、こんな分厚いんですけど、これはあの映画をこう作り始めようと思ったところから、映画を作っあのさっきの段ボールで作ったというものすごいこう涙がなしには語れないようなあの制作秘話からですね、あの映画が出来上がってからあの映画祭に行って、で最後にあの日本中の劇場を回ってるところまで、去年の70年、戦後70年っていうのをあのそういう動きを通してどういうあの年だったのか、重大な年だったんじゃなかろうかということをこう問いかけているドキュメントですね。あの図鑑みたいな感じなんで、日本にこんな面白い劇場があるんだよっていうのがですね、あの全部こう分かりやすくあの網羅してありますので、そういう資料としてもあの価値のある本を作りたいと思って作った本がこの伸び前記録でございます。
皆さん本当今日あの乃木の上映会来ていただきまして本当にありがとうございました。そして監督、本当に素晴らしい機会をありがとうございます。